こんにちは、デコマセです。今回は精神分析の最重要人物の一人、ジャック・ラカン先生からラカン派の精神分析について教えてもらいましょう。はい、ジャック・ラカン先生ですが、フランスの哲学者、精神科医、精神分析家なんですね。フランスの構造主義、ポスト構造主義思想に影響力を持った精神分析家として知られていたって言うんですよ。早速ですが、ラカン派の精神分析の基本はこれです。他者へと当てられたパロールによって構成されたものとしての主体による自身の歴史の引き受けであるっていうんですね。これは神経症の患者がですね、分析家へ話をするんですね。患者は患者自身の語りによってその患者の歴史を引き受けていく、そういうプロセスなんだって言ってるんですよ。その引き受ける必要のある患者自身の歴史の中には、当然抑圧されたものや、そしてその患者の無意識の領域の中にあるものも含まれてくるわけです。そこでこういうふうに言います。無意識は一つの言語活動のように構造化されている。無意識の領域はその患者の精神の中でですね、今意識に挙げられないというだけであって、確かにあるって言ってるんですね。そして出来事の再主体化をしていくんだって言うんですよ。無意識の中に抑圧されたものをですね、もう一度自分の意識に上げていくっていうことなんでしょうね。そうすることで患者本人が自分の問題に対して介入できるようにするっていうことなんでしょうね。ということはですね、これらすべて過去の出来事ですね。その過去の出来事に対して患者がどういうふうに評価するかがすごく重要になってきますね。ということで、精神分析家の腕の見せ所は、患者が気づかないうちにその患者の過去の出来事に対する評価関数をいじくる、そういうところにあるような気がしますね。次に神経症の症状についてこういうふうに言ってます。それ自体が語る言葉であり、そこには解読されるべき意味が潜んでいる。症状とは、意識の主体から抑圧された一つのシニフィエのシニフィアンであるっていうんですよ。シニフィエっていうのは、フランス語のシニフィエ、〜何々を意味するの過去分詞形なんですね。日本語で言うと、意味されているものですね。シニフィアンっていうのは、シニフィエの現在分詞形で、意味しているものという意味なんですが、ここでは、シニフィエを抑圧されたもの、これ正確に言うと抑圧された欲望のことなんですね。それとシニフィアン、これを症状っていう意味で使ってます。それでは次に、神経症の原因であったり、私たちの精神のからくりについての話になります。この中央の風船人形が幼児の精神モデルだと思ってくださいね。幼児はですね、全能感を持ってるんですよ。それはなぜかというと、母親の体内にいた時はですね、何にもしなくていいわけですよ。母親から酸素と栄養が送られてきて、母親に守られてですね、何の不足もないわけですね。まさにね、全能性を持っていたんです。そして出産とともに誕生しますね。誕生してしばらくもですね、全能性を持ってるって言うんですよ。それはですね、母の乳房に吸い付けば、母の乳房とくっついていれば、それでこと足りるんですね。それに精神的にも母親と未分化な状態ですので、まだですね、全能性を持ってるんですよ。でもですね、しばらくして母子分離が始まるんですね。そのきっかけとなるのがこれです。起きて父の名ですね。ラカン先生は父の名と表現しましたが、まあこれはね、父であり、社会のルールであり、規範であり、道徳であり、マナーであり、しつけとか、そんなん全部ひっくるめたような概念なんですね。その起きてがですね、全能性ファルスをですね、叩っ切るわけです。これをラカン先生は虚勢と表現したんですが、自己の不完全性を直視してですね、自己の確立へ向かう第一歩なんですね。でも同時にですね、自分の全能性を失うというですね、大変な喪失をも伴っているんですよ。次にですね、幼児の欲望なんですが、これは自分の欲望のつもりですけど、実際はですね、母親の欲望ですよって言うんですよ。それは母子の分離が行われるまではまさに一体化してたわけですね。でさらには、乳児自身の生存の鍵を握ってるのは母親
親でしょ。ということで、もともとあった乳児の欲望は母の欲望に飲み込まれていくんだって言うんですよ。そしてここでもまた先ほどの掟が登場しまして、この掟の介入によって母子の分離が可能となるんだって言うんですね。でもですね、このことがトラウマ体験、出来事 A となるって言うんですよ。それからですね、その乳児の精神を作っていた母の欲望と父の掟なんですが、これラカン先生は母の法という風に表現し直してるんですけど、この母の法と父の掟は互いを前提とした循環構造を持ってるっていうんですね。それはですね、父の名という掟は母の欲望や母の法に対して存在してるんですよ。そして母の欲望や母の法っていうのは父の名であり、父の掟の介入を持って成立してるんですね。ということで、我々は内在的欠陥を抱えたものでしかありえないっていうんですね。我々の精神は他者の中の他者で構成されているっていうんですよ。母の法を前提とした父の掟であり、父の掟の介入によって成立している母の法、こういう感じなんですよ。ということでですね、私たちは誰しももともと分裂状態なんだっていうんですね。それでは次に、神経症の原因へは接近不可能なんだっていうんですよ。えらいこっちゃって感じですが、それはですね、出来事へ幼児期のトラウマ体験がありましたね。それに加えて、ある程度大きくなってからの出来事 B が加わることにより神経症発症の引き金を引くっていうんですね。でもですね、我々は出来事 B しか意識に挙げられないっていうんですね。出来事 A はですね、無意識の領域に抑圧してますので、そう簡単に意識に挙げることができませんよって言ってるんですね。ではその無意識に抑圧したものって一体何なんですかっていうと、実現されていないものの領域にある何者かであるって言うんですよ。その何者かって何なんですかっていうと、これです。享楽って言うんですよ。そこにはですね、すごい快楽があるらしいですね。ラカン先生に言わせると、じゃあその享楽へですね行くにはどうしたらいいんですかっていうと、これです。審判が不可欠であり、まさしくそのためにこそ法はあるって言うんですよ。ということはですね、今私の中にある規範とか道徳とかそういったものを踏み外した時に抑圧されたものへ接近できるって言ってるんですね。ラカン先生はおそらくイエスと言ってくれるはずなんですよ。なぜなら、本当の自己、本当の自分って何なんですかっていう時にですね、こういうふうに言ってるからなんですよ。他者の他者は存在しないって、そういうふうに思えって言うんですね。そうすると自己に根拠がない、無根拠と向き合わなくてはならなくなると。その向き合った彼岸に、そして他者の欲望としての自己の欲望が認められなくなる自己の消失点に、自分の精神も他者が作ってるし、自分の欲望だって他者が作ってるのに、それ全部否定したら自分がなくなってしまうじゃないですか。でもですね、その消失点に抗う何者かが現れるはずではないのかって言うんですよね。そういうことがあるかもしれませんね。ということで、本日のラカン派精神分析の消失点と悲願の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。